どうもどうも、新年一発目のパチンコパチスロは負けだったくんでーす。そしてこれが100万円でーす。はい、本日は2023年1月15日でして、週刊少年ジャンプ、67合併号の、読み切り、島袋光俊先生の、ラックラックの感想です。島袋光俊先生といえば、少し前までビルドキングという大工漫画を、連載されていた方です。さて今回の、ラックラックですけど、そのタイトルの通り運を題材にした、バトル漫画でした。運を題材にしている漫画といえば、古くは、藤崎龍先生の最高プラス、そして、カズはじめ先生の、ラックスティーラーなんかを、思い出す内容で、どれぐらい被ってるかなと思ってたんですけど、思った以上に被ってない感じでした。まあ、運という、人生の、いいこと悪いことに関わるような要素っていうのが、まあ、可視化されている、見ることができるという、主人公およびその運が見える、人たちがいるという世界で、まあ、他人の運を横取りする、バイウンデラ住職ズボミスなる悪者が出てくるような世界観で、まあ、運を題材にしたスタンドバトルといいますか、まあ、運というエネルギーを、やり取りするバトル漫画という感じです。そしてまあ主人公が、YouTuber 的な動画配信者であるというあたりが、まあ現代的で言えるんじゃないかななんて思ったりもしました。さて感想ですけど、まあ、運というエネルギーを題材にするけど、これはまあ普通のバトル漫画だなという感じですね。運というその未来とか、因果律とかに関わるようなエネルギーが題材になってるんだったら、それがまあ見えるとか、相手の運を取ったりできるという人よりも上位の存在がもしかしたら、これが連載になった時に描かれるのかななんて思ったりもしました。まあ何しろそのいいことが起きる悪いことが起きるっていうのはこう世界的な何かに、因果というものにつながってないとまあ無理なわけですから、これはまあ主人公らは、普通に、運をめぐってバトルしてますけど、もっともっと大きな括りの設定があるんじゃないかなと予感させる感じでした。そしてまあ島袋光俊先生の、作品らしくキャラクターの名前が面白かったりとか、バイビー村長なる、YouTuber みたいなのが出てきたりとか、そもそも困ってる少年の名前が、ちょっと今確認してますけど、主人公が助ける困ってる少年の名前が、何だったかな、ギャラン・ロドリゲスとかそういうような、結構その面白いネーミングとかがよく出てきて、楽しい感じもありました。まあ、最後に思ったのは、主人公がまあ動画投稿者である、生配信とかするという、まあ、YouTuber 的な立場である必然性というのは、まあ、あんまりなかったように思うので、なんていうか、まあ、この主人公のラックが、まあ、YouTuber じゃなくても、物語は成立するわけですから、まあ、その動画配信要素っていうのが、まあ、もっとストーリーに、大きく絡んできていたりとかすると良かったんじゃないかななんて思ったりもしました。はい、そんなラックラックの感想でありました。面白かったです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。